皆さん、こんにちは。開運茶道家、わしさんです。さて、本日はですね、ライオンズゲートの意外な落とし穴についてお話しさせていただきたいと思います。そうです。この動画を見ることによって、7月26日から8月12日までの間、宇宙で開かれているライオンズゲートとはそもそも何か、またはライオンズゲートの意外な落とし穴、そしてこのライオンズゲートが開いている期間、やっておいた方がいいアクションについて学べると思っていただいて、最後までご覧いただければと思います。では、前置きはさておきです。早速始めていきましょう。では、そもそもライオンズゲートとは何じゃらほいっていうことなんですけども、ライオンズゲートとは、宇宙とそして地球をつないでいる異次元の扉のことですね。そうです。扉、ゲートですね。で、その扉っていうのは、普段は固く閉ざされているんですが、毎年一定の期間にその扉が開かれることで、パワフルな宇宙のエネルギーが地球に降り注がれると言われております。で、その期間がちょうど今、7月26日から8月12日までの間ということですね。じゃあ、そのライオンズゲートが開くことによって、宇宙からエネルギーが降り注がれたら、どういったことが起こるのかと言ったらですね、そうです。普段は、周りに合わせたりとか、周りに流されているような生活の人でもですね、エネルギッシュになれるわけです。そう、内側からエネルギーが溢れるわけです。だからこそです。だからこそ、これが自分にとって幸せなんだとか、自分はこれがやりたい人間なんだというふうに、本当の自分に気づかされるようになるということなんですよね。そうです。内側からエネルギーが溢れることによって、たくさんのことに気づけるようになるというわけなんですよね。で、ここからが重要です。ライオンズゲートの意外な落とし穴とは何か。やはりこの世界はですね、等価交換ですので、いいこともあれば悪いこともある。いうことでですね、このライオンズゲートの期間、なんかめまいがするなとか、頭痛いなとか、またはイライラして、ちょっと他人にね、攻撃的になったりとか、することがあるかもしれないんですよね。ちょっとここを気をつけないといけないんですよね。とはいえ、なぜそういったことが起きるかと言ったら、それは、あなたが、そのライオンズゲート、そう、宇宙から降り注がれているエネルギーをしっかりと受け止めている証拠だと、前向きに捉えていただければと思います。そうです。エネルギーがしっかりと受け取れている。そんな自分だからこそ、めまい、頭痛、イライラ、または攻撃的な態度をとってしまうということが起きていると。そのようにですね、自覚をして、客観的に、ああ、そうなんだ。じゃあ、これってなんとかできるよね。コントロールできるよね。というふうに、冷静に対処していただければなと思います。ではでは、最後にですね、このライオンズゲートの期間でやっておいた方がいい、行動は何かというのをお話しさせていただきます。まず一つ目は、水を飲むことです。水を飲んで、体中のね、エネルギーとかの巡りをよくしていただければと思います。そう、水を飲んだ方が巡りが良くなるということですね。普段から水を飲んでる人は OK ですけども、そうじゃない人もなるべく飲むようにしていただければと思います。そしてさらには、たくさん寝てください。そうです。寝るということは運気のアップにもつながりますので、そう、宇宙からのエネルギーをしっかりと受け止めて、体中に巡らすためにも睡眠時間を多くとってくださいね。そして三つ目は、瞑想するです。そうです。宇宙からのエネルギーを受け取りやすくする、感じやすくする、自分との会話の時間を増やしていただければと思います。そしてさらには、神社にお参りに行くこともおすすめとされています。そう、神社にお参りしてね、そう、心静かな時間、エネルギーを感じ取れる時間を持っていただければと思います。なので私、8月2日に伊勢神宮にお参りに行くことが決定しております。そして最後に、このライオンズゲートが開かれている時間、宇宙からエネルギーが降り注がれてエネルギッシュになれる。この時だからこそ、ぜひ新しいことにチャレンジしてみてください。いやー、あれやりたいと思ってるんだけども、なんだろう、やってみてもうまくいくかなーとか、いつかは始めたいと思っていることがあるんだけども、まだまだ先の話かなーと思っているようなこと。それは大きなことだけじゃなくて結構です。本当に些細なことでも結構です。
とにかく何か新しいことを始める、一歩踏み出すのに、このライオンズゲート、宇宙からエネルギーが降り注がれているこのタイミングこそが絶好の機会だと思っていただいて、ぜひともスタートさせてみていただければなと思います。ワッサンもですね、茶道をやっているんですけども、そして、ワッサンが主催する、チーム、そう、茶道チームを持っているんですけども、その他のね、メンバーさんと一緒に、そう、海外にね、茶道を、発信する、伝える、プロジェクトをですね、いろんな企業さんと組んで、始めていくような流れになっておりますので、あ、さすがライオンズゲートの機関だなと、さすが、スタートするのにうってつけのタイミングだなと、というふうになっております。ぜひとも皆さんも、このライオンズゲートの期間、ちょっとね、落とし穴もあるんですけども、ちょっとね、体調崩したりとかいう時もあるんですけども、それも前向きに捉えて、冷静に対処して、この期間、そう、エネルギッシュになれる期間を、無駄なく、効率よく、活用していただければなと思います。というわけで、本日の内容は以上です。最後までご覧くださり、ありがとうございました。ではまた。